願いします。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けいたします。お相手はもちろん私東克明と、そして、はい、今日からですねこちら、火曜日の新アシスタント登場いたします。自己紹介お願いします。はい、はい、OBP の同じ事務所の、うん、上原舞乃です。役者をやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。このね火曜日のアシスタントがですね、まあ、ずっとあの OBP 沖縄美少女プロジェクトのメンバーがね、週替わりで登場してもらってたんですけども、うん、はい、いやいや姉さんたちがお忙しいとそうですねということで遠くへ行っちゃいましたいやまた帰ってくれますからそうですね、今ね夏の間ね、行ってるというところで、さあそんな中どうしましょうっていうところをご相談したら、はい、まあ、僕のねプロデュースした舞台にも出てくれた、はい、舞乃さんを、はい、新しいアシスタントとして、お迎えして、火曜日やっていこうじゃないかと、はい、いうことでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、舞乃さん、まあ、いつだったかな、先月だったっけ。そうですね、先月の、ビーチでのねサザンブリーズの水曜日かな、めっちゃ晴れてる日にね、はい、あのそう FM 技能でちょっと別件で打ち合わせをねさせていただいた流れで、今日アシスタントいないから出るっつって本当に急でした ね、めっちゃ急でした。ね、出てもらって、ね、はい、そこからの流れでとね、前は出てもらったんですけど、まあ、今回はねアシスタントということで、まあ、はい、初めてということなので、まあ、火曜日もね登場するのも初めてなので、そうです、初めましての方たくさんね、うん、初めまして、思います。よろしくお願いします。上原舞乃です、はい、皆さん覚えて帰ってください帰ってくださいはおかしいかないいですね。はい、まあまあ基本的なところから聞くと、はい、はい、舞乃さん今おいくつでしたっけ。今は18です。18、はい、若いやもう今年ですかね、高校卒業して。そうか、でそれで、あ、でも今月にはもう19歳になります。19歳って19歳って、あ、7月誕生日そうです、7月誕生日、誕生日で。7月何日ですか。7月26日が誕生日になります。26日、はい、はい、木曜日。そうです、木曜日、火曜日からずれてるそうですね、残念、残念でございますけども、26、19歳になるんですね、はい、そんな舞乃さんでございますけども、はい、はい、どうですか、まあ、これでもラジオで、うん、まあ、こういうまあレギュラー的なことをやるのは初めて。初めてです、本当に、うん、だからもう今も緊張でバクバクで。そうだろうね、あんだけ噛んでたらそうだろうねいやもう本当にめちゃくちゃ緊張して今、うん、もう本当に何だろう、手が震えます本当にいいですね、初々しいですねお姉さん方は緊張の一つもしてないですけどもいやもう本当に今はそれを目指して頑張ってます、はい、はい、ということで舞乃を迎えてとサザンブリーズ火曜日ということなんですけども、うん、ねそうは言ってももう今日はまたすごい天気の日来たね。ですね、もうさっきびっくりしました、あの駐車場止めて車から降りようとした時に、うん、風がブワーって来て扉がブワーって開いてもう車壊しちゃうんじゃないかって自分は思いました
いやもうすごい風で、もうこの FM 宜野湾のねスタジオ自体が先ほど申し上げたんですけど高台の方にあるので、そうですよね、風の影響をもろに食らうんですよ。本当に外がすごい、窓割れちゃわないですかね、大丈夫ですかね。ねえそれぐらい強力なねちょっと台風で、風で、まあ、離島の方々はね今ちょっと大変な状況というところなんですけども、はい、ねえ多分前回の台風、2週間ぐらい前に台風あったでしょ。あ、はいはい、その時も風強くて、でその台風が過ぎた次の日ぐらいに、はい、FM 機能が来たら局の前に、うん、まあ、はい、大きな、ね、道路が通ってるんですけど、はいはい、そこの街路樹が一本折れてて、根も、もう結構太いところが折れてて、はい、あの電灯の方に寄りかかってたんだよ。めっちゃ危なくない？めっちゃ危なくて、え、これ危なくないかと思って。でもなんとかこう保ってるからこれ大丈夫なんかなとかって、いやって思ってて、はい、次の日かなんか次の週間来たら、はい、根元から全部切られた。あ、やっぱ危ないですもんね。そうそうそう、車に当たったりとかね、しますから、まあ、今そのね事前にやってたおかげで今日今回みたいなね、台風の影響がね、対策できてたということかもしれませんけども、はい、ね、まあ、皆さん聞いていただいてる場所によっては、まあね、大変な、状況でね、もしかしたら聞いていただいてるかもしれませんけど、そうですね、はい、まあね、でもそんな皆さんにもですねしっかりと今日は、楽しんでいただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ、今週お送りいたしますサザンブリーズの投資のメッセージテーマが、あなたの地元自慢でございます、うん、はい、はい、ね、皆さんがまあ住んでるところとか、うん、まあ、ちょっと離れたところ、要はその昔住んでたところとかね、故郷的な、そうそう、はい、ところでもね結構でございます、うん、そんなね、皆さんのですね、その住んでいた土地土地の自慢、うん、まあ名物とか、もうあなたしか知らない定食屋さんとか、うん、おー、いいですね。それがなぜうまいのか、なぜ知りたい、プロにそれだけ教えたいのかとかっていうね、やつとかとか、昨日でね話題になってたのは、地元の有名人こういう人いますよとか、あーっていうのもね自慢になったりするたくさんいますからねと思いますので、うん、ぜひ皆さん教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ皆さんからいただきたいメールの、こちらメールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。 FM 宜野湾では電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM 宜野湾のホームページからリスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産屋株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もりも無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは098-851-3291098-851-3291までお願いします。はい、というわけで、今日もこの後5時56分頃までですね、しっかりと、お送りしたいなと思いますので、はい、皆さんお楽しみくださいませ。では今日の1曲目、この天気晴れてほしいということで、こちらの曲おかけいたしましょう。イティキング、ハレルヤ。かからない。あれあれれれ、お待ちくださいよと。もう少ししたら E.T. キングが流れますよ。いけ、ちょっと待ってね。
流れると思ったら流れないということがねよくあるのでね、お待ちくださいませ ね。これも台風の影響影響かもしれない。そんなことはない全部台風のせいにするひどいいやでも本当にそれはひどすぎるさあ、これでいけるかな、どうかな、といけますかね。よし、じゃあね、おこの曲は流れなさそうなのなんと、こちらいきましょう。いけるかな。じゃあこちらいきましょう。はい、うん、1枚いいですね。ホワイトビーチ。取り込んだけど結局やっぱもう流れない。ダウンロードができてないから。うん。GDP と。いやその前に何をしてたのかな、多分こっちもこっちが入ってなかった。うん、結構火曜日あの何か負担があるのか結構動き悪くなると。あ、そう。はい。肉も結構再起動が来たりとかよくしてるんですけど。自分からの話はまた来ます。はい、そうですね、最後。メッセージありがとうございます。ありがとうございます、ね、ケニーさん後ろの木スタッフがいらしてるわけないよ。マジでマジで数強いんですよ。うん、本当に。え、でも本当に木倒れないんですかね、うん、怖いな。さあ皆さん地元自慢教えてください。 あとね、そうだ、言うの忘れてた、前の日の質問もね、ぜひ初めての、ね、火曜日登場でございますので何でも結構ですよ。よろしくお願いいたします。どんな質問でもね、かも。そうですよ、言っときますよ、18歳ですからねお願いいたします。そうです、18歳、残り何日かの18歳。暑っ。暑くない？そうですか。あ、でもちょっと暑いかもしれない。あ、僕は暑い。うん、おお、大塚健二さん、うん、好きな食べ物は何ですか？ゴーヤが苦手な人どう思いますか？いっぱいいますよ。いや、この前私がゲストとして来た時もこの方が同じこと言ってたね。同じことだって恥ずかしい。いやでもゴーヤの苦手な人どう思いますかって言われて、それ俺だよって言った。クーやっちまった。外の荒れ具合はすごい。
うーん、もう本当に都の方とか大丈夫ですかね。先しましょうという方とか、皆さん台風の被害とか追われたりしてないですかね。支援入れます。はい。お酒が苦手でオレンジジュースが好きな30代はどう思いますか。うん。うん。いいと思います。本当自慢。鈴鹿サーキット、ブルガリ3000さん、すごい楽しそう。鈴鹿サーキットしかねえな、毎年真夏に行われる八体は町中お祭り騒ぎですね。おー、楽しそう。鈴鹿サーキットってどこで行われてるんですかね。CM だと、はい、まあ、ああ鈴鹿さんけどね、サザンブリーズ火曜日新アシスタントマイノとともにお送りしております。はい、今日もですねたくさんメッセージいただいておりますので、うん、ご紹介していきましょうか。まずはこちらシプリームさん、アズマックス、そしてマイノさんね、こんにちはと。こんにちは。そして機長さんもこんにちは、ありがとうございます。こんにちは、見に来てくれてる、ね、この台風の中ありがとうございます。リスナーの鏡ですね、本当に。本当にありがとうございます。そして慎吾さんもこんにちは。あ、こんにちは。そして雨男レイニーさんもありがとうございます。はい、こんにちは。おい、そして、続いてブルガリ三千さんもギノアン待たせな俺参上でいただいてます。ありがとうございます。そしてエミーさんも、いただいてますね。でツイキャスでね映像を見ていただいてるので、外荒れてますねって、風の影響わかるでしょ。そしてエコザイルさん、ありがとうございます。サロチロンピーと、
はい、ハロチョロピー。はい、そして、大塚健二さんもありがとうございます。ね、こんにちはと。こんにちは。で、続いてが、メッセージ来てましたね。あ、じゃあメールでね、来てますので、はい、ちょっとご紹介したいなと思います。はい。こちら、ラジオネーム、進撃のめいちゃんさん。東さん、そして今日からでしたね、スザンプリーズ火曜日新 MC 登場、はじめまして前野さんと。はい、はじめまして。早速ツイッターフォローしましたよって。やった、ありがとうございます。嬉しい、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。そして、台風の暴風域相当の風に、暴風域相当の風にびっくりですね。うん、宮古島の、ライブカメラを見たらかなりの荒れ模様ということで、宮古島に住んでいる友人からこんなのが送られてきましたと、で画像を添付してます。ではまたメッセージしますねということで、添付の画像をいただいたんですけど、はい、これね、まあ、スーパーかどっかでしょうね、はい、商品棚が全てなくなってるという、あ、もうみんな対策で、みんな対策で買い占めて、あ、でもあるあるではありますよ、台風の日。まあ、特に、ね、離島だったらね、なんかまだ入ってくるってことないでしょうから、まあその授業ね、大変ですよね。すごい。はあ、いやいやいや、それだけ影響あるんですよね。で、あとね、まあ、今週のテーマとプラスアルファ、はい、まあ、前のへのね、あ、質問なんていうのもね、いただきたいなと思っているんですけども、はい、どしどし待ってます。もう早速いただいているのが、はい、質問というかね、こちらですね、慎吾さん、あ、前野さんが役者ということで、はい、今度出る予定の公演ってあるんですかって。今度出る予定の公演、はい、まだ秘密です。秘密秘密ということでございます。秘密です。はい、でね、まあまあ今度じゃないですけど、実は今日ね、うん、今日前野さんが出る公演、まあ、前野さんというか僕と一緒にね、そうです、そうです、ちょっとね、あの公演をやってきたんですよ、もうすでに、はい、実は朝一に、そうなんです、朝の6時に6時に出発してね、出発してはい、僕がですね、沖縄県内に、まあ、大阪時代からずっと、うん、事務所としてやってることがあって、それが、うん、高校公演、各高等学校に回って、はい、お芝居をするんですけども、そのお芝居が、ただのお芝居ではなく、うん、進路そして就職活動に関するお芝居というのをですね、うん、はい、やるということで、沖縄県内でも、2年前、3年前からかな、やらせていただいて、で今年、もやるというところで、今回はね、前野さんに出ていただくということをお願いして、はい、で昨日今日とね、うん、やってきましたね、はい、昨日が、まあ、この FM 技能から結構近い、あの浦添商業さんで、うん、はい、公演させていただいて、で今日が、具志川商業さんで、はい、やらせていただいたんです。でそのお芝居自体がね、まあ、僕がその就職に関するもうプロだと進路塾というところの塾長の役で、まあ、前野さんと、もう一人がね、まあ、サザンブリーズのリスナーさんではもうおなじみのあの元アシスタントのせいやくんと、そうです、そうです、せいやさんと一緒に、はい、3人で、やってきまして、でその前野とせいやは、塾生役ということでね、はいはい、で面接指導をやるんですよね、うん、でそれのいい面接と悪い面接みたいな例を2人にやってもらうと、はい、うん、っていうので、やってもらって、前野さんにはまあいい方、真面目な方を ね、はい、やってもらったということなんですけども、うん、はい、今日昨日と、この高校公演やりましたけども、いかがでしたか。いや、もう本当になんだろう、高校生の3年生に向けてっていうことで、うん、本当に逆にこっちが高校生のパワーをもらったというか若いパワーをもらいました。若いパワーって去年まで高校生でしょ数ヶ月たった数ヶ月しか違わないからよく言うわ一番おじさんがもう声枯らしながらやってんだからでも本当に高校生のみんなが真剣に聞いてくれて、ね、
もう本当に感心したというか嬉しかったです。嬉しかったね、よかったですね。もう皆さんからもうツッコミいただいてますよ。もう大体同じで同じ年でしょうか。大体っていうかもうほぼ同じ年ですもんね。そうですね。、まあ、そんな公演もね、また、やるというところもありますので、またね、はい、この、お芝居自体がまたちょっと9月にね、うん、沖縄県内の高校とかやらせていただきますので、はい、もしね見かけたという方いらっしゃいましたら、もしかしたら高校生の人が聞いてるかもしれません。そうですね、リスナーの方に、はい、いらっしゃるかもしれません。その高校の方がいるかもしれない、はい、お楽しみくださいませ。はいはい、まだまだね、この前の際の質問とかもお待ちしてますよ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、今週のメッセージテーマの地元自慢でございます。うん、こちらもねたくさんいただいておりまして、うん、ではですねご紹介しましょうか。こちらからいこうかな。ブルガリ三千さん、はい、地元自慢、それはもう自宅から1時間以内で行ける鈴鹿サーキットしかねえなあと。毎年真夏に行われる8体は街中お祭り騒ぎですね。あ、面白そう。鈴鹿サーキットって知ってる？あの水中のバイクみたいなんですよね。水中？え、違います？水中のバイク？あれ違います？何の話をしてるんだ。鈴鹿サーキットってあのね、なんて言ったらいいかな、まあ、F1 とか、はい、そういう、うん、要はレーシングカーを走らすとこなの。はい、おー、はい、はい、おー、そう、サーキット場。はい、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、やばい、やばい、水中、すごい知ったかしたの今。まあ、その鈴鹿サーキットっていうのが、そう、三重県にね、ありまして、すごいすごい有名なところで。あ、そう、行ったことないんですよね。僕も関西に行ったんですけども、まあ、でもモータースポーツとか前のはあんまり見たかったりとかテレビで見たりとかもそんなにしないよね。しないですね。なんか競馬とかをちょこっとテレビで拝見するぐらいで。競馬、あ、競馬ね。そうです。全然違うんですけど。全然違うんですけど。まあね、モータースポーツね、いや見てたら面白いんだけどね、うん、なかなか見るのタイミングね難しいからね。いいですね、鈴鹿サーキット。では、うん、続いては行きましょうか。もうブルガリ三千さんが、おい、なんだ水中って。めっちゃ怒られてるよ。ごめんなさい、ブルガリさん、ごめんなさい。ダメ男。レイニーさん、鈴鹿サーキット山の中だよって。すげえ言われてる。そうですよね。うん、ね、こうやっていろんなことを勉強していきますから。はい。マイノさんも。はい。ではね、続いて、メールでいただいております。はい、はい、ありがとうございます。こちら、ラジオネームのりさん、お、ありがとうございます。あずまさん、まいのさん、お疲れ様です。お疲れ様です。台風大丈夫ですかと。名護の近くの海ではたくさんの船が台風被害を避けるために避難をしておりますと。多くの船が集まっている風景は目の前にすると圧巻ですと。そして地域の自慢、地元自慢ということで、まあ、のりさんは名護にねいるということで、私の地元には FM やんばるというねコミュニティラジオがありますと。で、地域の情報を聞けて有益な情報をいろいろもらえますと。私のおすすめは朝9時からとお昼12時からの番組ですと。はい、爽やかな声で毎日頑張ろうという気持ちにさせます。いいですね。パーソナリティがいいんでしょうね。誰なんでしょうね。パーソナリティ、パーソナリティの名前は東克明さんと言いますよって。素晴らしい。俺が読むメールじゃないよ。俺読んじゃダメだよこれ。自分で自分のことを言うっていう。いや、ありがとうございますね、本当に。はい、すいませんね、宜野湾で名護の宣伝みたいな感じをしてしまいまして。でも、のりさんが思う地元の自慢でございますから、うん、素晴らしい、本当に素晴らしい。ありがとうございます、のりさん、もう本当にいつも聞いていただきまして、助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、続いて、こちら行きましょうかね。先ほどね、メールいただいた進撃のめいちゃんさん、はい、はい、こちら地元自慢ということで、地元が那覇
だからいいところが、うん、あるかなというところですが、はい、那覇のいいところ、モノレールですぐ飲みに行けるところですねと。あー、でも確かに交通便はね、これはやっぱり沖縄県内にいる人からしたら那覇しかできないことだよね。あー、そうですか。だってそのどっかいろんなところで行っても、はい、飲みに行くってなったら必ず車でとか、あー、ね、なるほど、帰るにしても代行で帰ったりとか。那覇に住んでて戻れる近かったら、うーん、それだけ乗っていったらいいだけだから。確かに帰りも戻れるでいいんだから。おお、じゃあ、え、那覇ってすごい便利ですね。いや結構便利だと思うよ。やっぱ住んでたら全然なんだろう、気づかないですね。で飲みに行って終電ギリギリまで、飲んだり、できますと。あ、大人、ね、これって地元自慢かなって。いや地元だいぶだいぶ自慢。でちなみに那覇の飲み屋さんで飲んでたらたまたまポニーテールリボンズのゆいちんさんが、うん、飲んでたところを見かけたことがありますと、うん、まあ那覇ではねいろんな人また出会いますからね。では楽しく聞かせていただきますと、うん、メッセージいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに那覇の自慢だなそれは。羨ましいな。そっか、名護もうさっき言った名護なんか何にもないからもう何にもないって言ったらおかしいけどでもそうですね、確かにいいですね、うん、はい、皆さんね本当にまだまだたくさん、ね、メッセージいただいてますので、この後またご紹介させていただきますよ。お待ちくださいませ、はい、前の絵の質問もねお待ちしておりますので、はい、すよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでそれではですねここで、せっかくなので、こちらラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただいております。はい、ありがとうございます。リクエスト曲、うん、おかけしましょうか。さあ出るかな。お、どこにあるのかな。出てきたかな。来た、行きましょう、リクエスト曲いただいております。こちらを聴きください。騎士団ワンナイトカーニバル。渡辺直美さんが、あ、鈴鹿ってあったっけ。あ、鈴鹿はなかったね。なかったっけよ。なかったよねじゃあボートレースっていうのがなんか、あ、レースだけが引っかかってる。あ、はい、そうです、そうです。やっぱ曲明けでニュースをいきます。わかりました。で、あ、そう、ニュースの部分、この上のところ今タイムステップの曲が入ってます。 FM 技能ニュースって書いてるとこあるじゃん、はい、でその2行目からでいいから。 FM 技能は毎日面白い番組を放送中。このコーナーで FM 技能のおすすめや新番組リスナープレゼントをご紹介します。これも言ってほしい。ご紹介します。ご紹介します。では、うん、まずはこちら、技能は社会福祉協議会からお知らせです。わかりました。でその言うタイミングは9月。あ、わかりました。言うタイミングっていうのは、その一発目ね。音はそれ専用の BGM で。ああ、わかりました。
リクエスト今踊ってる。FN ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。さあ、まずは、はい、まずはギノワン市社会福祉協議会からチャリティーボーリング福祉バスへストライク開催のお知らせです。社協を広く皆様に知っていただく機会を設けるため、市民の皆様に気軽に集える場としてチャリティーボーリングを実施します。本収益金は地域社会団体等が使用する福祉バスの購入費用に充てていきます。期間は7月1日日曜日から9月30日日曜日まで。場所はギノワンボールレーントゥーセントラル町なとボールにて。参加費は通園無代込み、靴代別で1500円となっております。そしてチーム対抗戦は7月28日土曜日17時半からギノワンボールにて4人1チームでの参加となっております。チケットをお求めの方、チーム対抗戦お申し込みの方はこちらの連絡先までお問い合わせください。お問い合わせ先、宜野湾市社会福祉協議会、お電話番号 098-892-6525、 098-892-6525、 ファックスでのお問い合わせは 098-892-0843、 098-892-0843 までお願いします。さあ、そして続いてのお知らせです。はい、どうぞ。こちらも宜野湾市社会福祉協議会から、
UU8 フーティマータウンミーティング、普天間にある資源を知る居場所づくりの現状開催のお知らせです。普天間中学校区内にお住まいの方、または普天間中学校区内に事業所や事務所を構えている企業や福祉サービス事業所団体等、ぜひご参加ください。こちらが日程、7月13日金曜日、時間が18時半から20時半まで、場所は普天間産区自治会となっております。お問い合わせ先は宜野湾市社会福祉協議会、お電話番号098-892-6525 098-892-6525、 ファックスでのお問い合わせは098-892-0843 098-892-0843 まで、ぜひご参加ください。はい、よろしくお願いします。さあ、そして、もう一つこちらお知らせ、まあ毎日毎日ねご連絡お知らせしておりますけども、こちら開催しますよ。 FM 小沢 FM 宜野湾合同企画サマーフェスティバル開催いたします。日時が7月21日土曜日、いよいよ、こちら来週土曜日に迫っております。時間が18時から22時、場所がこの FM 宜野湾の上にありますビアガーデン B サイドにて、現在ですね、前売り券絶賛発売中なんですけども、なんとこちらの前売り券が数がもうあとわずかとなっております。早く買わなきゃ。皆さん、お早いお買い求めをお願いします。間もなくなくなるということでございますので、よろしくお願いします。こちら大人1名様2500円となっております。そしてこちらのですね、申し込み方法はメール、電話、または来局にてのお申し込みお願いいたします。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com、お電話番号は 098-943-0094 098-943-0094 まで。そしてですね、このサマーフェスティバルはですね、皆さんとパーソナリティとリスナーと食べて飲んで盛り上がろうというイベントなんですけども、ただそれだけではございません。なんとこの時間、特別番組放送いたします。ビアガーデンからの生中継でございます。はい、こちらの時間が7時から、22時だったかな、はい、3時間の特番をやるということで、こちら FM 小沢 FM 宜野湾両局での放送となります。はい、でですね、一応先ほど確定をもらったんですけども、私東克明もこの時間帯のどこかで、番組パーソナリティさせていただくということになっておりますので、ぜひ皆さんお聞きになっていただくとか、 FM 宜野湾遊びに来ていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その日は台風じゃなかったらいいないや、さすがにもう台風はビアガーデン台風だったら最悪ですからね。まあ、皆さんでも今のうちからてるてる坊主作っておきましょうというわけでございまして、こちら FM 宜野湾 FM 小沢合同企画サマーフェスティバル、7月21日土曜日18時から22時でございます。皆様よろしくお願いします。お願いします。以上、FM 宜野湾ニュースでした。CM を行き、最後のさ、はい、提供もう一回あるんでしょ、読むところ。はい、うん、提供のこれをね、ここから今からまたテーマトークするんだけど、はい、その後に天気道路交通情報を言うので、はい、その後に、道路交通情報の後にきっかけを出すので、うん、はい、もう一回読んでほしいね、こちらの方。うん、分かりました。提供でお送りしましたって言ってね、お送りしますって言ってたけど、何かでしょ、お送りしますって言ってた、うん、でそのページを出します。そっちですね、
気は、うん、でこれをここを読んでもらったこれ今日と明日で今日の天気だけ見たなっていうんだったら、まあまあ、あの見ながらでいいから俺が読むからどこ読んでるかっていうのを確認してもらっていい？わかりました。どの順？これね、はい、これが一般の音です。一般の沖縄の中部、中部とかを見るから。こっちの方。うん、見た。わかりました。あずまさんが言うのを見てやったな。さあ、サザンブリーズ火曜日お送りしております。今週からの新アシスタントマイノスともにお送りしてますよ。はい、さあ、メッセージ、今週いただきたい皆さんからのメッセージテーマはあなたの地元自慢教えてくださいということで、いただいてますね。こちらラジオネームエミーさん、はい、ありがとうございます。エミーさんは首里の出身と言うんですけど、昔よく行った綾具食堂ってまだあるかな、とっても美味しくて大好きなお店でしたって。知らないな、行ってみたい。首里だって。首里です。首里のどこですかね。どこだろう、まあ、検索したら出てくるんじゃないの、美味しい子だったら。綾具食堂で、そんなエミーさんが今はですね、うん、エビナの方にいらっしゃるということで、エビナの有名人といえばということで生き物係と。あ、そうですよね、エビナ出身、生き物係さん。そうなんだ、はい。あいますね。そして、さらに海老名といえばというところで、うん、こちらエミーさんが、こちらどこかな、あったね、海老名はサービスエリアが有名、いつ行っても混んでますよと。聞いたことある。海老名サービスエリアはすごいいるの人が。あ、そうなんですか。ここで有名なのが、はい、メロンパン。うわー、食べたい。一番もうめちゃくちゃ売れてると言われている。え、どんなメロンパンですか。なんかよくあるじゃないですか。いや、もうね、俺も一回多分食べたことあると思うんだけど、まあ要はもうサクサクふわふわですよ。あ、やばい。ザ・メロンパンの食べたい、お腹空いてきたな。ねえ、メロンパンはやつもね。あ、だ、慎吾さんから今メッセージいただいて、あ、はい、あ、綾具食堂ありますよと。首里流坊の隣、安くて量が多くて美味しいですって。すごいつながりですごいいただきましたね。そうですね、すごいここでつながったね。え、エミーさんテンション上がってますね。まだあるんですね、ありがとうございますって。ああ、いや、いいつながりですね。行きたい、今度行ってみよう。いいね、場所が今明確に分かったから。首里流坊って言ったらモノレールからも近いですね。うん、行けんじゃない、うん、はい、いいですね。さあ、続いて、いただいている地元自慢が雨男レイニーさん。はい、ありがとうございます。東京の練馬区に住んでますが、はい、いろんなアニメの舞台になってるんですと。へー、ドラえもん、タッチ、うるせえやつら、メゾン一国など漫画家さんが多く住んでるので地元を舞台にしてるみたいです。めっちゃ多いですね。すごいですね、それは。あ、超だ、もうめちゃくちゃ有名なやつばっかりじゃない。おー、本当に。ドラえもんもそこなんですね。練馬区は舞台なんだ。ですね、そんな知らなかった。知らなかった自分も。まあ、練馬区がどういうところかもあんまりよく分かってないけどね。沖縄の僕たちは。そうですね。あ、そうか、最近ね、アニメはなんかいろんなこう地方を舞台にしてるやつがやっぱり多かったりするから。確かに君の名はとかもすごい。そうそうそう、だし、あ、だからそういうところで確かに地元自慢がね、多いかもしれないですね。あ、いいですね。あ、ありがとうございます。じゃあですね、はい、続いてがいきますのは、じゃあお天気と道路交通情報いきましょうかね。はい、こちら行きましょう。どうぞ。
さあ、それではこの時間は、宜野湾市周辺のお天気と道路交通情報をお伝えしましょう。まずは今夜10日のお天気、曇り、ところにより雷、となっております。降水確率はこの後は 30% と、まあ、今ね、あの風は非常に強いんですけども、雨のね心配はまあないのかなというような感じです。続いて明日11日のお天気は晴れ時々曇りです。降水確率はすべての時間で、こちら、20% となっておりますね。朝の最低気温は27度、日中の最高気温が32度となっております。またねこの台風が過ぎて、暑い一日がいやなるということですね。まあ、ここからはまだ夏入ったばっかりで、ね、7月になったばっかりですから、まあね、ここからね、まあ今日なんていうのはね、こちら久米島と慶良間粟国諸島で10日夜初め頃までの暴風域となっております。沖縄本島地方ではうねりを伴った高波に、厳重に警戒してくださいということですね。この後ももしかしたらまだ落雷や竜巻など激しい突風、強風や高潮による低地での浸水、冠水もあるかもしれませんので、十分にご注意くださいませ。以上お天気でした。続いて道路交通情報をいきましょう。まずは沖縄自動車道から。さあ、現在の高速道路のこちら、はい、こちらですね。まずは沖縄道上り、沖縄北インターチェンジ付近に故障車が止まっております。沖縄道上り、沖縄北インターチェンジ付近故障車止まっております。お気をつけくださいませ。そしてですね、現在、沖縄道の上り下り、全てのこちらですね、間で強風により、速度制限になっております。現在50キロ規制、敷かれております。はい、こちら沖縄自動車道の、全ての道路ですね、50キロ規制となっておりますので、高速道路を走られる方十分にお気をつけくださいませ。では続いて一般道行きましょう。はい、宜野湾市周辺の一般道の交通状況はなんと現在はですね、渋滞混雑というのがありません。宜野湾市周辺珍しいな。いつもはねこの時間あるんですけど、まあやっぱり台風の影響とかがあるのでね、学校とかね、結構お仕事とかね早めに切り上げて、帰られてる方とかもいらっしゃるかと思います。やはりそれでも、風の方がね非常に強くなっておりますので、十分に気をつけて安全運転でお帰りくださいませ。はい、以上天気道路交通情報でございました。この後に読んでほしい。この後さっきの提供、天気予報、提供、ああこっちを分かりました。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291 098-851-3291 まで。この後も FM 宜野湾をお楽しみください。皆さん、サザンブリーズ火曜日をお送りしてまいりました。ありがとうございます。メッセージですね、今いただいているのはこちら、ナルトラさんが台風の影響で仕事が早終わりでしたと。小ザイルさんもね、今日名護に配達向かっている時、高速で1メーター近く突風で持ってかれたと。怖い。大変な状況ね、暴風域ではないものの、非常に強い風となっておりますので十分お気をつけくださいませ。はい、というわけでございまして、舞野さん、はい、初めてのアシスタントとしてのサザンブリーズいかがでしたか？
とにかく緊張しましたとにかくもう本当に今も緊張してますまあね、まあまあまあしょうがない。またでもね、また来週もねありますから、はい、まあまあそれはねもう徐々に慣れてってね、はい、機会と楽しんでいっていただければなと。はい。まあ、またねあの毎野のコーナーとかもねちょっと作っていって、うん、しっかりとね、毎野さんのことをまたリスナーの皆さんにね知っていただければなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、エミさんもうお別れですかって。また来週来ますねってありがとうございます。ありがとうございます。シュプリームさん、セイント君より良かったよっていやシュプリームさん比べるところが違うありがとうございます。ぜひまたお聞きくださいませ。皆さんこの後もね FM ギノワンでお楽しみくださいませ、はい、この後はレッツ深呼吸お送りします。皆さんこちらのメッセージとうとうよろしくお願いいたしますね。はい、お願いします。はい、明日は水曜日、ひーちゃんが登場しますよ、うん、ぜひこちらもお聞きくださいませ、こちら、テーマは1週間一緒でございますのでよろしくお願いしますね。というわけで、はい、本日のお相手は私東克明と上原舞乃でした。それでは皆さんまた明日、さよなら。さよなら、また来週。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。マイノのうまいの、あ、本当だすごい、お疲れ様です。あ、ナルトさんもありがとうございます。お疲れ様です。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、こんなに。大丈夫ですか？